わっと元気にコンタンソー、皆さんどうも、ダイヤです。今回はバージョン 3.6 前半で復刻が確定したニーロについて、全く必要がなくても当然のように通常攻撃もレベル8にしている全キャラ育成勢が率直に今のキャラ評価を喋っていきたいと思います。目次はこんな感じ。実際引いた方がいいの？コスパいいのにコスパ悪い。結局バカが一番賢い。この3点でお送りしましょう。いつものことですが、ニーロ可愛い、好きって人はもう問答無用で引いてください。もう、ニーロ可愛くね？いや、ぶっちゃけの今だから言いますけど、スメール来る時の 3.0PV の視点では、まあ派手な赤髪の女の子キャラだなーぐらいの、まあ可愛い感じでいいねーぐらいの、それくらいの気持ちだったんですけど、なんか実際ストーリーとかで関わったりしてたら、まああまりに可愛いが完走していて、まあ気づいたらモチーフ武器引いてたよね、当時。ちなみに当然のように200連近く回したはずですし、まあ、番眼が2本増えてるんで、まあ、口述しますが武器ガチャは計画的に。ということでまずは実際引いた方がいいの？から。アタッカーとかは好きなら引け。まあ別にいなくてもいいが基本スタンスなんで、まあ引くべきかどうかに関しては、まあよっぽどね、まあそれこその勝利、カズハ、イエラン、ナヒーダとかそこぐらいまでいかないと引くべきとは言わないんですけど、まあ正直迷いますね。まあでも迷うってことは多分引いた方がいい部類に入るんじゃないかなって思います。まあ、なんでかって、ニーロを含む草と水のみで構成された通称ニーロ開花。これね、強すぎるんですよね。え、待って、何よりも、ニーロがいないとこの編成が組めないっていう唯一性が光ります。まあ、単純な話ね、代わりが効かないというか、まあ、代わりがいないんですよね。まあ、言い過ぎだとは思うんですけど、僕の中の引いた方がいいランクの立ち位置が、まあ、ライデン将軍に限りなく近いです。まあ、誰でも螺旋攻略キットみたいなところありますからね。まあ、要するに螺旋攻略を視野に入れてる方、まあ、特にランク50前後ぐらいの方々には死ぬほど高コスパで前半後半片っぽをクリアできるようになるキャラクターとしては非常に有用性が高いと思います。まあ、あの螺旋やる気ないよって方はそこまで引く必要ないかなって感じですかね。まあ、でもね、螺旋ちゃんとやると毎月1200石もらえるんで、ニーロを引いて全人類螺旋攻略しよう。それでは2つ目、コスパいいのにコスパ悪いについて、まあ、先に言いましょう。ニーロはめちゃめちゃにコスパいいです。もうパーティーとして強くなるまでにかかるリソースが圧倒的に低いです。ニーロ開花パーティーで誰が一番ダメージを出すのか、それは双幻覚です。詳しい計算を省きますが、まあ、このダメージってレベル、まあ、詳しい計算を省きますが、このダメージってレベルと熟知が上がれば高いダメージが出るんですよ。で、口述しますが、ニーロの HP さえ盛れば熟知あまり盛らなくてもダメージ出るんですよ。回心率、回心ダメージなくていいです。普通のキャラがキャラレベル、武器レベル上げて、テンプも上げて、生物揃えてスコアも高くしなきゃって一生懸命育成してる中、ニーロは、いや、ニーロ開花パーティーのメンバーはレベル OK、 武器 OK、 テンプまあ適当でいいね、生物メインだけ揃えば十分ってレベルの手間で螺旋攻略するんですよ。しかも4セット揃えずに必要なのは洗顔2セットくらい。まああとはね、キメラでもいいとか言うね。まああくまで体感および自分の周りの意見も含めですが、通常の他のパーティーに比べて1ヶ月以上は早く螺旋攻略ができると思ってます。まあ、さらにさらに、まだ止まりませんよ。キャラクターの要求ラインがくっそ広い。もう水と草を入れてパーティーを組めばいいのと、双幻覚の自傷ダメージが余裕で1000超えたりするんで、ヒーラーは必須。この2つさえクリアすればぶっちゃけ誰でもいいレベルです。というかコレとバーバラ配布でもらえるんで、草主人公合わせてこの編成で OK です。もう無課金編成の強すぎる味方ですね。まあ、実際ね、ナヒーラ来るまでずっとこれですよ、マジで。バーバラを国民にした方が水付着が強いってだけで、まあ、回復性能は大きな差はないですからね。まあ、最近はヨーヨーも来たし、個人的にはキャンディスも合わせて遊んだりと、マジで水と草のキャラの数だけ組み合わせがあります。まあ、ユクアキやイエランぶち込んで水さん、ナヒーラ、アルハイ全軸、もうちょいしたら白先生にカービィも来ますよ。フォンテーヌなんか水の国ですから、マジで無限の可能性といっても過言ではない。ちょっとこれ褒めすぎましたね。はい。まあ、でも事実です。あまりにもコスパがいい。じゃあタイトルのコスパ悪いって何ってなりますよね。冒頭で話したじゃないですか、武器ガチャは計画的にって。そう、武器です。聖剣の鍵、まあ、なんとね、 HP が無凸で 86.2% も増えて、パーティーに熟知バフもできるこの武器、メインオプションが HP% とかいうどっかの紫ドーナツを思い出すような感じですが、ニーローにはこの武器がいります。まあ、厳密に言えばなくたって戦います。ですがニーロに持たせる武器は聖剣の鍵かそれ以外、そうくくれてしまうぐらいには圧倒的な差がありますね。これは、ニーロの固有テンプ、軽やかに舞う衛星の夢、口に出して言いたい日本語ですね。これが関係しています。
まあこれ要するにニーローの HP を7万まで盛ると元素熟知800ぐらい持って開花できるよって話なんですよ。熟知800ですよ。生物の熟知面が187なんで4つじゃ済まないんですよね。しかも武器効果で熟知も漏れます。まあ、HP7 万で計算するとパーティーの熟知140アップです。まあ、これはねかの有名な終焉弓を超えるバフですね。まあ、どんぐらい火力が違うのか100万一見にしかず見せた方が早いですねと。まあ、要するにですね、聖剣なしのフルバフが聖剣ありの通常バフみたいなもんです。というかあのメインオプションが HP パーセントの片手剣が他にないのが問題なんですよね。そのせいで聖剣か聖剣じゃないかとかいう差が生まれちゃってるんですよ。あのね、もう毎度毎度言いますけど、原神というこのゲーム、星5武器がなくたって螺旋クリアできますし、星5武器が必要になるケースはありません。でもね、欲しくなるよこれ。隣の芝は青いって言うけど、まあ、強い自制心を持たないと本当に聖剣ニーローで遊びたくなると思います。まあ僕はそうなる前に引きました。まあそうなって音量化してしまった友人がいます。アップデートで成仏してくれ。まあ、なので、クッソコスパのいいニーローですが、武器ガチャ引いてしまうとコスパクッソ悪くなります。なりますというかなる可能性があります。まあ、再三言いますけど僕はバンガン2本増えました。まあでも次回の武器はね、ナヒーラのモチーフ武器なんで、まあ、比較的追っかけても良さそうな気がしますね。まあ、白先生がクッソ強そうなんで、まあ、ここら辺との兼ね合いも考えて計画的に考えていきたいですね。まあ、37.5% を必ずぶっこ抜いてくる、もしくはもう 2、30連で星5当てるような5のものは全部取ろう。君たちに俺のような天井民が伝えるような言葉も原神うまいねーしか用いていない。それでは最後に、結局バカが一番賢いについて。もうね、ニーロー開花って難しいんですよ。誰が開花を起こすか、どのスキルの付着が強いのか、もうね、難しいこと考えると止まらないんですよね。ニーロー熟知持った方がいいの？パーティーどうすればいい？ニーローの武器、パーティーの武器は？バカになろう。もうパーティーを草と水だけにする。ニーローの HP をいっぱい盛る。これさえ抑えとけば大丈夫。相手は死ぬ。もう使い方も難しいこと考えなくていい。ニーローのスキル3回押したら他のキャラのスキル爆発打ってナヒーダかココミかバーバラで殴ろう。相手は死ぬ。天賦も生物も適当でもいいけど、ヒーラーの回復性能だけはしっかり育成しておこう。自分が死ぬ。ニーロー開花は難しいこと考えるといっぱい考えられますが、考えなくても強いです。てかもう適当に開花させてれば大体相手は死にます。難しいこと考えたい人は難しいこと考えればいいです。でもめんどくさい人は適当に使いましょう。めちゃめちゃ強いです。ちなみにデイリーとか普段使い、この編成ニーロー、イエラン、ナヒーダ、ココミ、この編成めちゃめちゃ楽です。はい、もう大体これはイエラン一突のせい。まあ、てかね、自分でこの話してて思ったわ。引こうニーロー、うん、何より可愛い。もうみんなも風船飛ばしてタフチンを食べよう。先のガチャも来月のクレカの引き落としもバカになれば全て解決だ。というふうにね、思考停止に陥ったところで今回の話を終わりにしましょう。あとこれは追記なんですけど、来期のガチャバナー出ましたね。まあ、とりあえずキャラガチャは忍は最優先レベルで確保したいですし、武器ガチャも星4ラインナップマジで優秀なんで、てか特にサイフォス、これマジでいい。一本でいいから持っておきたい武器ですね。とりあえず皆さんリアルモラと相談してでも引きに行っても良さそうな感じが正直します。あくまで僕の主観に基づくお話なんで、ちゃんといろんな情報を取り入れて皆さんはちゃんと考えてくださいね。まあ何かの役に立てば幸いでございます。次回のご視聴もよろしくね。それでは皆さん、お疲れーション。